皆さんこんばんは。ピアノ教室、あららら、ちょっと待ってくださいよ、やっぱ暗いな、あれ、ちょっといいか、はい、はい、皆さんこんばんは。ピアノ教室応援コーチ、星野優子です。私結構帽子が好きでですね、帽子かぶっていくんですけど、今日はですね、いや、これはいつも今日かぶってた帽子なんで、今日はね、帽子をいっぱいじゃない、買ってきちゃったんですよ。これ、この黄色い帽子とか、黄色は私ラッキーカラーなので、あと割とですね、もうこんな、ちょっと、今年こういうのが流行ってる？ちょっと、魔女帽子みたいで。こんなのも、買ってきてですね、今日は、気分よくじゃなくてですね、別に嫌なことがあったわけじゃないんだけど、自分の気分をこう、上げるのにいろんなことを活用してます。なんか、美味しいもの食べたりとか、なんか物買ったりとか、やっぱりこう、日々疲れたりとか、まあ嫌なことはないけれど、そうですね、嫌なことはないけど、今日なんとなくまあ、いろんな人の話をこう、どっぷり聞いたんですよね。まあ、聞くのは別に全然、いや、素敵な話だったんでいいんですけど、なんとなくこう、聞くばっかりだったんで、なんかこう、自分を解放したくてですね、なんか帽子をいろいろ見て、気分よく、まあ、帰ってきたんですけども、今日はですね、本当にいろんな刺激とかいろんなこう反応が返ってきて大変面白い日でした。まあね、皆さんにも多分少しお役に立てるような話になるかと思うんですけども、まあ昨日結構私吠えたわけですよ。松岡修造バリーですね、昨日のライブ見てない方はよかったら見てください。私はある確信を持って言ってるんですよ。確信がないことは、確信がないこともあるかもしれないけど、まあ確信があるからすごいしっかり言えるんですね。何の確信があるかっていうと、ピアノ教室ちゃんとやれば儲かると思ってるんですよ。まあ、儲かるって言葉がお好きじゃない方は皆さんの好きな言葉に、置き換えてもいいんですけど、ピアノ教室しっかりやればちゃんと収入を得られる。ピアノ教室ちゃんとやれば、年収は他に負けない年収が受け取れる。ピアノ教室、しっかりやればちゃんと豊かになれる。まあどの言葉でもいいですよ。大体でも稼ぐって言葉にが嫌な気持ちするっていうのはもうすでにメンタル、お金のメンタルブレーキかかってますよ。わざと言います。ピアノ教室はきちんとやったら稼げるんですね。稼ぐって言葉は別に汚い言葉じゃないんです。経営者はみんな言います、ちゃんとそういう言葉。そういうこの言葉が使えないなら、皆さんもしかしたら何かお金のブレーキがあるかもしれません。で、それでですね、まあ、昨日吠えたわけですよ。そしたらですね、ちょっとどなたとかを言います。なんか結構ですね、なんかメールが飛んできてですね、すみませんみたいなメールが飛んできて、まあ、きちんと経営してる方だから、まあ別にいいと思うんですけど、まあちょっと、ついついね、周りにね、ピアノ教室は稼げないからみたいなことをちょっと、つい言ってましたみたいな。いやいや、別に私に言わなくてもいいんだけど、なんか、いやでも、気にしてくれてたっていうか、そもそも私のライブを結構見てくれたみたいで、私が昨日吠えたもんで、すいません、私言っちゃってましたみたいな、まあそんなお話からだったんですけども、いや正直な方だなみたいな、お会いしたことあるかな、ないかな、まあ、ちょっとあるかな、まあもうしばらく会ってない方なので、お名前はわかるんですよ、どなたか。皆さん割とね、地域では評判の方だと思うんでびっくりした、おーみたいな、すみませんみたいなメールが来たんで、まあなんか、まあちょっと嬉しかったんですけども、まあなんかお役に立てばね、皆さんが一人でやったり、ちっちゃな仲間内で、ちっちゃなピアノの先生の仲間内だと確かに周りを知らないから、いやピアノ教室なんかやっても儲かんないよねとか、自分の、例えば自分の生徒さんなんかに、ピアノ教室、ね、将来儲かんないから、まあ、音大なんか行かないで、普通の一般に勤めたらなんてね、こう言いたくなっちゃう気持ちは、まあ、わからないでもないですけど、いや、めちゃみんなちゃんとやれば稼げてますよ。稼ぐ方向には動いてます。っていうのは私は、しっかりお伝えするのが私の義務だなと、思ってます。ただ、
簡単にじゃないです。やっぱり何もしなきゃダメですよ。なんかしなきゃダメですよちゃんと。それで今日嬉しかったのは、今日めっちゃいろんな塾生さんからも、自慢の塾生さんなんですけど、あのだからね、こういう話は皆さん、あの別に私塾生の自慢してるいや自慢してるんだけど、いやそうじゃなくて、え、あそうなんだ、あのうまくいった人いっぱいいるじゃんっていう風な、希望を持ってほしいんですよね。だから私相手すごい伝えてますね、あのうまくいってる教室があるよと。で本当に今日もグルコネとかやってますけど、やっぱりお隣の先生、仲良しのお隣の先生の経営状態みんな分かんないっていうよね。あの自分の経営状態そんなにやっぱり もちろん確実のもとにね、あのあんまり出すもんじゃないかもしれないけど、そうするとなんかうまくいってないのか、うまくいってるのか分かんない、そもそもピアノ業界全体がうまくいってるのか、うまくいってないのか分かんないっていう、皆さんなんつうかな、視野が狭いところにいるんですよね。で私はそれをお伝えするべき立場かなと。全員がうまくいってるとは言いません。どっちかというとうまくいってない先生の方が多いです。でもしっかりやればうまくいく、ビフォーアフターは私しっかり見てるんで、なんだやればできるじゃんみたいな、やればできるじゃん、失礼じゃん、失礼ですね、なんだやれば豊かになるじゃんか、なんだやれば豊かになるじゃんですね。なのでまあそういったことを、あの私はでお伝えするのが私の義務かなと思って、今日はですね、そんな形でですね、ピアノ先生が豊かになるための情報だけど、なんか今日はですね、ピアノ先生を熱くしたい、よっしゃーっていう気持ちにさせたい、よし頑張ったるって気持ちにさせたい、ね、で、今日なんだっけ、今日はもういっぱいあったんですよ、すごいんですよ、みんな聞いても元気出してくださいな。まずですね、あ、こっちじゃない、どこだったっけな、あれ、これじゃないな。まずですね、今日はね、まず私、私とか言っちゃったりして、あ、違う、私じゃないな。卒業生のね、方からもね、よくメッセージ飛んでくるんですよ。で、その方はね、あの、うちの塾に来てね、少し間が、インターバルが入ってるんですけど、とうとう、その先生のもう、嬉しいですよね。教室史上最高のニーズになったんです。拍手！よかった、おめでとうございます。素晴らしい。その先生が目指してた、教室史上最高人数を、突破したらしいですよ。もうおめでとうございます。いや、もう本当に嬉しいわ。皆さんありがとうございます。まあ一応、この人数以上はちょっとっていう人数でこう回してたのが、ついにそこ突破したわけなんですよね。あの、いろいろ頑張ったし、まあいろいろ私も、ところどころね、どんな風になったかいろいろ報告も受けてたので、特にですね、メンタルなんかもうちょっとこうね、強くしたらいいんじゃないかなんていう話で、いろいろアドバイスもした時もあったので、もうめっちゃ嬉しいんですよ。もうすごい素晴らしいですよね。教室史上最高人数突破したと、もういいですね。ね、やっぱり人数ってのはある程度ね、売り上げに、直結するので。あとはですね、今日すごいんですよ、体験レッスン即入会した方がいましたね。もうきっちりとうちのノウハウがあるんですけど、ピアノ経営塾の、秘密のメソッドがあるんですけど、門外不出で、ちょっと残念ながらうちに入んないと教えられないノウハウがあるんですけど、ってか、ここで説明しても、できるもんじゃないから、今日もこの後やるんですけど、実践練習だから、コーチングしてるわけですよ。体験レッスンの仕方をコーチングしてるわけですよね。で、なんかも改善しながら上手になるわけなんで、ここでどうこうっていうもんじゃないんで、あれなんですけど、それを見事できてですね、できた方は、本当に体験レッスン即入会 100% とかとかもうボンボン出てて、で、今日も一件決まった。で、またもう一人の方も、2回目の体験レッスンだったらしいんですけど、ちょっと考えるっておっしゃって、もう一回ちょっと体験レッスンしましょうってことで、で、またそれが即決で、もうよかったなということで、で、他にはですね、動画の再生回数が、一本の動画ですよ、もうビヨーンと2000回、この間3000回ビヤーってした人もいたんだけど、いや、わかんない。この動画が、みたいなね。動画は面白いですね。何が来るかわかんない。読めない。で、ようこもですね、私もですね、今日、とうとうチャンネル登録者数が300超えたんですよ。
なんかコツ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 毎日なんか毎日チャンネル登録してくださるなーなんて思って、あらあらあらっていう合間にとうとう300、登録いただきですね、もうありがたいし、あの本当にですね、でも本当にあのうちの経営元気ですよ、なんかしょぼんってないですね、なんかもうみんないけるって、もうみんなこういうの見るとうちの経営塾生産してみんな波来たみたいな、波に乗っかれみたいな乗り遅れるなみたいな、なんか乗っかれっていう感じで、なんかこういいですね、一人がこう勢いのある こういう成果を上げてくれると乗っかれみたいなね、やっぱ勢いってあるもんね、だからもうすごくなんかみんなで励まし合ってですね、上手に波乗りしてって、なんかこうチームで上がってる感じなんですよね。なんでねまあだから一人だとやっぱりなかなかねって思った、やっぱチームでこうわーって乗っかるのってあのやっぱ大事だななんて思って、うーん、でまあ今日はね、やっぱりだからやっぱりね、そういういい気運のとこにいてほしいと思います。今日も私はリッツカールトンに行って、まあ今日から3日間リッツに通勤なんですよ、もう嬉しいんですけど、あそこでやるリッツでやるグルコンするのも意味がある、意味があるんですね。でやっぱりその勢いとか豊かさとか、まあ、そういうのすごい大事なんで今日から3日間やるんですけども、ぜひですね、まあね、しょぼい人たちと付き合わない方がいいです。誰とは言いません、誰とは言いません、しょぼい人たちと付き合うのやめましょう。しょぼい人たちの特徴いくつかあります。まずネガティブ、あと貧乏くさい、うん、あと愚痴っぽい、あと他力、他力っていうか人のせいにする、こういう人とは一緒にいない方がいいですね。もしも自分がちょっとそっち行ってもこっち来ればいいですよ。もう今日からしなきゃいいです。過去はもう過去、私すごいはっきりしてるから過去は過去、そういう意味で私はすごい環境とか大事にしてます。なんで場所とか結構塾生さんの発言なんかも時たま直します。ネガティブな発言をした時怒らないですけど、ネガティブな発言してる時本人が気づいててネガティブな発言したらもうアウトだけど、気づかないでネガティブな発言してる時は直します。先生ちょっと今その言動はネガティブだからちょっと変えようとか、あと愚痴ですね、愚痴も愚痴はですね、適切な人に言うのはいい、私に言うのはいいって言ってます。私はコーチなので愚痴というか自己開示とか感情の浄化っていう意味で受け取るのは全然できるので、愚痴は聞きますけど、愚痴をですね、愚痴を散らす人はダメですね。誰彼構わずわーってやる人はダメ、ダメですよ。投稿でも愚痴っちゃダメよ。Facebook の投稿とか愚痴っちゃダメ、ダメ、品位が下がるし運気が下がりますね。本当にまあ、やっぱり人間だから愚痴りたくなるし気持ちが悶々とします。そういう時は適切な人に散らすんじゃなくて、ごめんね今から愚痴言ってもいい、ちょっと吐き出させてぐらいな、そういう気持ちで言うのは OK、 私はそれはできる、コーチなんでね。なんだけどむやみやたらにですね、誰か分かんない人の投稿とかで絶対愚痴っちゃダメですよ。私自分の塾生 見つけたらこれ消してとか言うもん、分かる範囲はその人のためにならないし、それ見た人がマイナスオーラ浴びちゃうから、もうとにかく愚痴っちゃダメ。ネガティブもダメとは言わないけど、できるだけやっぱりネガティブなところに何て言うかな、好んでいないようにしましょう。時たま言っちゃうのはいいですよ、人間なんか時たまネガティブ言っちゃったはいいんだけど、好き好んでネガティブなところに行っちゃダメだね
あと貧乏臭いのもダメ。あのなんていうかな、やっぱり、うん、貧乏臭いのはダメなんですよ。あのもし皆さんが豊かになりたいんだったら、豊かなものと付き合わなきゃいけないんですね。あの別にだからって言って、そのお金をどんどんあのか何か使えってわけじゃなくて、あのなんか貧乏臭いのはダメなんです。ちょっと今表現しづらいんだけど、なんかちょっと今どう言って言ったら、なんかあのなんかあの名指しで、名指しっていうか、ね、あんまりなんかリアルに言っちゃいそうでちょっとぼかしますけど、貧乏臭いのはダメですね。あと他人、なんでかしなってたかな、他力本願じゃなくて人のせいにするのもダメです。絶対ダメです。もうそれはあのこれからね、自分の私の近しい人は結構あの気がついたら直すっていうか、あのちゃんとお伝えしますのでまあそんなので、自分の運気はね、自分で作れるんですよ。自分の運気を上げたければ、脱却ですね、さっきと、まず貧乏臭いじゃなくて、豊かな人たちと一緒に、豊かな人たちと一緒に、ネガティブじゃなくてポジティブな人たちと一緒にいる。あとは愚痴るんじゃなくて建設的なことを言う人と一緒にいる。人の整理にするんじゃなくて、まあ、よく言うんだけど、自分のせいって言ってもな、皆さん厳しいからな、まあ自分のせいにそんなに強くする必要はないですけども、あの、人のせいにはしない、うん、あの自分のせいにするのもまあ自分が痛めちゃうからあんまりあれなんだけど、あのいやまあそうなっちゃったし前向きに頑張ろうっていうふうに切り替えてもらうのが一番いいんですね。でそういうメンタルがとっても大事ってことなんですよ。できちんとあのピアノ教室がちゃんと豊かになるやり方っていうのあるから、そういうのきちっとやっていただければちゃんと豊かになります。みんななります。あのもう断言するよ。だってうちの刑事さんみんないい方向に行ってるから。あのなのでですね、まずだから何を言いたかっていうと、ピアノ教室って儲かんないよねっていう発言をまずやめましょう。貧乏臭いじゃん、だってそれ自分たちのこと貧乏って言ってるもんな、言ってるようなもんですよね。ですよね。ピアノ教室って儲からないよねって愚痴るのはもう貧乏臭くてしょうがないですよ。やめてほしいですね。じゃなくて、あの私たちも頑張ってもっと豊かになろうねみたいな、そういうふうに言ってほしいですね。うん、あのなのでぜひですね、また吠えましたけど今日はもうどんどんもう好循環ができてます。うちの経営塾ではもうどんどん即入会来たり、お問い合わせ来たり、こう出すコンテンツがこう影響力上げて、ラインアウトでもお問い合わせ来るし、本当に欲しかったお客さん来るし、高額レッスンでもうまくいってる人いるし、もうなんか賑やかで楽しいですよ。もうなんていうんですかね、明るい未来がいっぱい、まあピアノ刑事のフェイスブックグループがあるんだけど、いやーもう湧いて、もちろんあのこういうことで困ってますってあればみんなで真剣に答えるし、何か問題あの悩み事があれば私も一緒になってあのサポートするんだけど、なんつうかな、すごい明るいんですよ、そのフェイスブックグループが。でたまにそっからふとなんかピアノ業界のなんか普通の人たちの話を聞くとめっちゃ暗みたいな、もうやめてよ神経臭い暗い貧乏臭いみたいな、まあいいんですけど、だうちのピアノ系塾の人は多分そういうとこ行かないです。もうなんか貧乏臭くてしょうがないから、なんかもうなんていうの、神経臭いから、もうあの空気が見えるみたいな、明るいゴールドのね、ピンクとかゴールドのキラキラした色の中にいる人から見ればなんか暗いみたいな、もうなんかジメジメしてて暗いみたいな、もう見えますよ。だからそんだけなんか違うよっていう感じなんで、特にもう受け入れますけど、ネガティブ発言はダメ、貧乏臭いのもダメ、そういう人たちと一緒にいない、あと愚痴んない、建設的なことを言う、あと何だっけ、
人のせいにしない、最近のお母さんはダメよねとかね、なんかわかんないけど、そんな言わない、もっと前向きですね。おう、浅岡先生は波来てる、イエーイ。あ、先生来て来て、待ってる待ってる、もうめっちゃ明るいですから、うちの経営塾生はみんな、なのでね、どっち行きたいですかって、皆さんこっちの暗いジメジメしたね、カビ臭いとこにいたいのか、キラキラしたゴールドのピンクの空気のとこに行きたいのか、それは皆さんお任せしますけど、まず自分が変わらないとこっち来れないですから、まず気持ちから変えてほしいなと思います。いいですか、もうピアノ業界は儲かんないなんて言っちゃダメですよ。自分のこと下げてるようなもんですから。ちゃんと魅力のある仕事でも、無責任なことを言わないでほしいですね。無責任というのは、自分があんまりまだ売り上げてないのに生徒に無責任ですよ。ピアノ業界儲かるからこっちいらっしゃいは無責任。皆さんが豊かになってから言ってください。だってたまに言いますもん、夢見る夢子ちゃんみたいな先生が、自分は全然来てないんだけど、うん、ピアノ先生もいいかも。いや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 、それはダメっしょ。ちゃんと自分が豊かになって確信を持って、ピアノ先生も豊かになれるよって言ってほしいです。なのでまず皆さんがきちっと経営的にも豊かになって、ピアノの生徒さんにピアノの教室もいいよっていうふうに確信を持ってね、夢べべ夢子ちゃんじゃなくて、世間知らずって言われないようにしてほしいななんて思います。そんなところでですね、私がこうやって吠えられるのも、塾生さんの成果がある、裏付けがあるからですよ。多分なかったら私も口ばっかしの女、口ばっかしでピアノ業界儲かりますよ儲かりますよって言って、全然腹の底ではいや本当はどうなのかなって思ってるけど、めっちゃ率直に、めっちゃ正直に言ってるのは、ピアノ系塾さんの成果の裏付けがあるから、めっちゃ自信持って言えるもん。だってみんなうまくいってるもん。なのでぜひですね、ジメジメしたとこにいたいのか、ゴールドのピンクのキラキラしたとこにいたいのか、それは皆さんにお任せしますけど、まあぜひですね、こっちに来ていただければ、私たちはウェルカムですので、そういう気持ちの人は別にピアノ系塾じゃなくたって一緒にいられるのですごい分かりやすいから、分かるから、ジメジメしてた人はもうなんかダメって感じなんで、前向きにねピアノ系で頑張ろうっていう人はぜひ、声をかけていただければ、仲間としてね一緒にお話できるのでと思います。あ、タコ先生ありがとう。じゃあそういうとこで、明日は何の帽子か持っていこうかな、ちょっとこの魔女帽子。というかで、またお会いできたらと思います。ではでは皆さん、バイバーイ。